ピッチェリインテン。鎌倉みんなのスタジアム、イエーイ。はい、ということでね、タイトルコールから入っていただいて、いただいたんですけれども、はい、リスナーの方のね、お、なんだこれはというふうに思ったかもしれません、はい、改めまして自己紹介お願いします。はい、鎌倉インターナショナル FC で選手兼フロントのスタッフをしております岡崎修也と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてもう一方お越しいただいております。はい、同じく鎌倉インターナショナル FC で GM を務めてます吉田健二と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、このお二方にお越しいただいて、直接リスナーの皆さんにね、情報をお伝えしていきたいなと思います。早速なんですけど、いろいろとね、ここ最近大きな動きがありました。はい、はい、まさに先ほどね、タイトルコールで言っていただいた鎌倉みんなのスタジアム、はい、そうなんです、はい、この度ですね、来年度の2021年の春にですね、鎌倉みんなのスタジアムということでですね、グランドの方が、できることが決定いたしました。すごいですよね、本当に、はい、これできたらいいな、いいなっていうのが、もうまさに現実が目の前に迫ってきているという感じですね。はい、はい、この間記者会見を行ったんですよね。はい、鎌倉商工会議所 で、12月10日でしたっけ。そうです、はい、にそのグランドに関する記者会見が行われました。はい、でいろいろとね、その鎌倉みんなのスタジアムといってもね、リスナーの方もね、え、何何グランドができるのどういうことみたいなところがあるんじゃないかなと思いますので、岡崎さんからちょっとね、詳細なことを教えてもらえたらなと思います。はい、ありがとうございます。そうですね、今回タイトルにもあるように鎌倉みんなのスタジアムということでですね、鎌倉インテルの練習場でとしてグラウンドを作りますということではなくてですね、もちろんそこでトレーニングだったり試合は行うんですけれども、鎌倉の、皆さん、にですね、皆さんにご利用いただけるような、形で、やらせていただきますと。で、もう背景としましては、鎌倉になかなかそういう場所が、こう何かを通じて、人が集まれるような場所っていうのがないっていう背景があった中で、はい、そういういろんな人たちを巻き込めるものとして、サッカーがあるだろうと、グラウンドがあるだろうというところで、そういった思いが、やっと今回ですね、形になるというところまで、うん、やってまいりました。はい、これまでの経緯もここまで来るのも結構大変だったんじゃないでしょうか。そうですね、まずここにグラウンドができないかと、もう本当に全く何もない状態から、この吉田、GM、オーナー、からもうそこの駅に降り立つところから始まり、うん、ここにグラウンドできるのかっていうところから、それが3年前ですね。そこからグラウンドを作るための、動きと、あとやっぱりとはいえサッカーチームなので、チームとしてですね、勝ち上がっていくメンバーがいなければ、いなければいけないと、勝たなければいけないと、うん、なのでグラウンドを作るというものと、はい、チームとして、リーグを勝ち上がっていく、はい、そして、今に至るというところ、この2つをですね、ずっとこう着々と進めてきたものが今やっとここまでというところです。もうまさに鎌倉インターナショナル FC に集まったメンバーそれぞれがそれぞれの役割として今やるべきことをやってここまでたどり着いたみたいな印象なんでしょうか。はい、そうですね、本当にいろんな関わり方も、17歳から57歳までですね、いろんな世代だったり、男性か女性までも本当にいろんな方、職業、学生から仕事されている方、いろんな方がいらっしゃるんですけど、その中でもやっぱり一つのゴールというか、ここ目指してるよねみたいなところはずっとみんなの思いの中に一つあったもの、それの一つがやっぱりグランド、
きっとそこに向かっていくためにそういう大きな目標があるからこそ、はい、みんなで一丸となって進んでこれたのかななんて印象もありますね、はい、なのでなんかこの間の記者会見私も行かせていただいたんですけど吉田さんはあの前でね皆さんにこういろいろとお話をしてくださいましたけど雰囲気的にも鎌倉物の二重の方がいらっしゃったりとか、はい、賛同メンバーの中にいらっしゃったりとか、はい、あとねインテルのアドバイザーでもあります上川さんとかもいらっしゃったりとかさまざまな方がいて、はい、その中でもなんかこうみんなウェルカムっていう感じの印象がすごいあったんですけど、うん、ねどんなどうでしょう吉田さんここまで来たことに関して何か感じるものってありますか、はい本当に山崎さんにはクラブがちっちゃい頃から試合見に来ていただいて応援していただいてたと思うんですが、会う方鎌倉に昔から住んでらっしゃる方会う方に本当にできるのかとか、グラウンドもないところでって話をされている中で、J リーグを目指すって大きい大賞を掲げて活動してるんですけど、そのステップに、グラウンド人工芝のフルコートのグラウンドを作るとこういうところを話をするとすごくこうなんか目をキラキラして見ていただけるんですね。今回、はい、世界圏通じて情報発信した際にもこれまで全く接点なかったような方からも、はい、本当に応援したいと自分がサッカーやってて、鎌倉の中ではなかなかプレーできなかったのでそういった観点でもすごく応援したいと言ってくださっているというのがすごく声として届いて嬉しく思ってます、もう最初ね本当に多分誰もがね本当の話やるのみたいなところだったと思うんですけどだんだんこう実際にこういろんなことが動いてきてここまで来るともうみんな期待しかないっていう感じなんじゃないかなと感じます、ね、グランドができてそこにこう期待することとかって岡崎さんはありますか。そうですねちょうど、スポンサーの企業様とお話しさせていただいた際にやっぱり勝てよっていうふうに言われて、はい、そこにグラウンドができて俺たちの町でグラウンドでそこで試合する限りはもちろん地域に応援されることもすごく大切で俺たちも応援したいっていうやっぱり応援されることともう一つやっぱりしっかり勝てよってそれで子どもたちとかにしっかり夢を与える場所で子どもたちに夢を与えられる場所だったら必然的に大人たちも集まるんだっていう風な思いをこう聞いたときに、はい、そこでより身が引き締まって、はい、本当にそういう場所にしていけたらなと子どもたちの夢になるような場所そしてこうずっと長年こういった場所が欲しいよねっていうような地域の方だったり地域の企業様の方のですね思いを形にする場所そういった場所にですねしていていけたらなというふうに思っております。思いを形にする場所、はい、これは本当にみんな誰もがこう何かそこに期待が持てるみたいなそんな感じですね、はい、今ねすごく岡崎さん話していてとても落ち着いた感じで話されてるんですけどいろいろとその選手でもありますしあとスタッフとしてもね営業活動なんかもされているということなんですが、はい、実は今23歳というねとってもお若い方なんですよなんか落ち着いて話されてるので結構聞いてる方はねどんな方なんだろうって想像しながらも23歳若いなっていうふうには感じたんじゃないかなと思いますけど吉田さん岡崎さんいつもこんな感じなんですか。そうですねよく30代40代に間違われて40はちょっといや30はよく間違われてそうね、営業とかそういった活動する中ではどうでしょう周りの方のこう反響であったりとかそういったことって何か感じたことありますか。そうですねやっぱりチームとしてサッカーでというよりはやっぱりグラウンドこういう場所なんだと僕たちが目指しているのはっていうところにはすごくやっぱりたくさんご共感をいただきまして。あ、やっぱりそうなんですね、はい、なのでしっかりそこは作るもう決まったからにはいい最高の場所というところで、はい、そういったお話をこうさせていただいております。もうなんとかね本当にもう実現するのが目前と迫っておりますけれどもこれいつから着工していつからスタートの予定なんでしょうか。1月の中には、着工ができればな1月2月に着工してまあ、ちょっと春といった表現ですね、4月5月あたりですねちょっと明確にはまだ決まってないんですけどそのあたりからグランドがオープンすると。
それが最短の、スケジュールという感じでしょうか。はい、まあ、ただそこまで行くにあたってはまだまだこう足りないこともあったりとかすると思うんですけど、今ちょうどその記者会見があったその日の夜からでしたっけ、はい、クラウドファンディングも行っているんですよね。はい、そのあたりのところもちょっとお話しいただけますか。はい、ありがとうございます。そうですね、より最高な場所にしていくといったところでグラウンドが立つことはもう決まってるんですけれども、そこからさらにこうスタンドだったりだとか、より最高の場所にしていくという上でやはり資金の方がですね、もう少し必要だというところでクラウドファンディングの方をさせていただいておりまして、10日からここまでですね、本当にありがたいことに348万円ですね。早い、そんなにですか。はい、まだ1週間経ってないですよね。そうですね、10日からですもんね。はい、はい、本当にご支援いただきました皆様、本当にありがとうございます。本当ここからまだまだ最高の場所にしていくっていうところでこの活動をですね、2月23日までクラウドファンディングの方をさせていただいております。どうぞですね、ご支援ご協力の方ですね、よろしくお願いいたします。何かこう支援をするとかそういうのではなくって、はい、みんなで一緒にこうみんなが楽しめる場所、みんながこう何か期待ができる場所を作っていこうよという思いで作られていますのでね、そのあたりもぜひご協力いただけたらありがたいですね。そうですね、やっぱ一つ参加、みんなで作るみんなのスタジアムというものを形にする一つの手法としてですね、今回のクラウドファンディングをさせていただいております。この詳細についてはどこを見たら分かりますか。はい、鎌倉インテルとですね検索をしていただいたりだとか、あとキャンプファイヤーの方でですね、というクラウドファンディングの方でさせていただいておりますので、まずは鎌倉インテルと検索をしていただくと先日の記者会見の記事などでですね多々出てくると思いますので、こちらぜひ一度ご覧いただければと思います。この記者会見の模様が各紙面にすごいたくさん出てたんですよね。本当にあらゆるスポーツ紙であったりとか、まあ、あちこちこうニュースになっていて、まあ、それで目にした方もいるかもしれませんけど、鎌倉インテル、鎌倉インターナショナル FC とかで検索していただくと Facebook とかホームページとかも出てきますよね。はい、はい、もう Twitter からインスタから、はい、はい、まあ、そこでぜひ一度ね、何それと思っただけでもいいのでちょっと確認してチェックしてもらえたらなと思いますね。まあ、そのグラウンドができて先ほどねいろいろと活動していく中で勝てよなんて声もあったなんてお話ししてましたけど、はい、今この鎌倉インテルの状況どんな感じなんでしょうか。はい、今季ですね、リーグ戦を戦いまして、12月20日ですね、現在我々が神奈川県2部に所属しているところ、神奈川県1部昇格をかけた、大一番入れ替え戦がですね12月の20日に行われます。ここに勝てば来年度は神奈川県1部リーグに、上がることができると、鎌倉市リーグから始まりやっとここもの大舞台に一つ土台に乗せられるかどうかというところにですね、これが12月20日の、試合に勝てばそこに決まるというところでですね、チームが、まあ、緊張感を持って今やっているところです。もう結構今年はコロナ禍であったのでちょっと試合の形式が変わった感じだったんですよ ね、 はい、なので、まあ、その中で結構際どいところで最後の最後で大きな挽回をして、はい、一部決定戦に進んだというふうに聞いていますけど、はい、はい、そうなんですね。本当試合数がですねちょっとコロナの影響で本当に少なくてですね、一つ落とせばもうまた来年っていう風なことでもおかしくないような試合数が少ないゆえにですね、そういった状況だったんですけれども、で最後の1試合の直前の状況までですと、最後の1試合で8点差以上で試合に勝てば、そしてあと高い上で行われている、クラブ、チームが負ければっていうこの2つのこうかなりこう際どい条件が揃った時にだけこの12月20日の入れ替え戦の決定権が得られると、そういった状況だったんですけれども、まあ、高い上での、チームが負けたという情報が入ってきて、じゃあいよいよこの8点差以上で勝てば12月20日につながると、一部昇格への決定戦につながるというところになりまして、チームも一丸となってですね、もう絶対8点取るんだというふうに、最終戦を戦い終わってみれば11対0でですね、すごいですね本当に、はい、ね、一番近くでね岡崎さんは
あの試合をセカンドゴールキーパーということで、はい、ベンチでね間近で見ていたと思うんですけど、その時の緊張感とかすごかったんじゃないですか。そうですね、あの本当に1点取れば1点取るごとにまだだまだだっていう風な声をずっとベンチから、もうチームのピッチの中でですね、本当にチーム全体がですねその声を掛け合い続けて、まだ緊張を緩めないといけないと、うん、1失点すればまた今度は倍の点を取らないといけなくなると。1点取られたらまたですもんね。はい、絶対に緩めるなと90分間、そこを本当にもうそのいろんな思いをですね、あと来年度 そのグランドとかものにかける思いとか、いろんなものをこうその90分間に詰め込んだ時間でしたね。ということでね、12月20日にその一部昇格の決定戦が行われるということなんですけど、吉田さんはどうですか、今シーズン振り返ってみて何かこう選手の戦いの中で感じたものとかってありましたか。はい、今年はですね、特に若い23歳の監督が就任をして、もう監督だけに任せるんではなくて選手も一緒にチームを作っていこうということで、よりこうみんなが主体性をこう発揮できるような、マネジメントというか環境づくりをあの意識することを、徹底して、ここまで来たっていうのがあります。なので本当最後の試合もみんながいい雰囲気を作って、みんながこういい声かけをし合って、そういう結果がもたらすことできたんだなというふうに感じてます。もうぜひね、この一部昇格決定戦勝ち進んでいただきたいな、そして次のシーズンは一部で戦える、そんな姿が見れるといいなと私も切に願っております。はい、当日もですね、はい、残念ながら無観客になるんですけども、はい、12月20日の11時からキックオフで、これはちょっと初めてあの発表するんですけども、ライブ配信をなんとかできるように準備を行っています。はい、なのでそれも合わせてホームページですとか SNS であのチェックしていただければと。うわ、それは楽しみ。やっぱりその試合見たいっていう人もね多いと思いますから、ライブ配信があるんですね。はい、はい、じゃあその情報もぜひね、チェックしていただきたいと思います。さあ、まもなくお時間となります。あっという間なんですけれども、短めに一言ずつリスナーの皆さんへ意気込みをお願いします。鎌倉みんなのスタジアム、皆さんでですね作り上げて、最高の来年度を迎えられるように精一杯頑張りますので、12月20日も応援の方よろしくお願いいたします。はい、あのこの自然と歴史で豊かな鎌倉の魅力ある鎌倉の街にスポーツを通じてより良い街づくりをしていきたいと思っておりますので、皆さん一緒にぜひ作っていきましょう。はい、今日お越しいただきましたのは鎌倉インターナショナル FC ゼネラルマネージャー吉田健二さん、そして選手兼スタッフであります岡崎修也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。